はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、トマトになります。トマトの実ができた後にする作業ですね、そういったところをご説明していきたいと思います。ね、トマトですね、植え付けてね、もうね、かれこれ 2,3 週間ね経ってる方も多いかなって、ね、思うんですけれども、そんなねトマトなんですけれども、そろそろ花が咲いてね、実ができていないでしょうか。今日ですね、このね実をねできた後にねする作業をですね、しっかり守ることによって美味しいねトマトを収穫できる可能性がググッとね上がりますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。そしてこちらですね、トマトね、今ね見ていただくと、なんとね、もうね実ができ始めています。わかりますでしょうか。ここで今ちょっと葉っぱで隠れちゃっていますけれども、ここですね、これこの部分ね、じゃーん、なんとトマトですね、実がね大きくねなってきています。今 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね、一房から8個のですねトマトがね収穫できようかなっていうねところになっています。順調にね成長していますね。はい、こんな感じです。そして今日ねやるといい作業としては、まずは脇芽かき、そして水やりのタイミング、そして追肥をする、そして4つ目が2本仕立てでね、やる方は2本仕立てで育てられるようにするですね、このね4つをですねしっかりと守っておくと良かったりします。ではね、まずは、まず一つ目にですね、脇芽取りになります。脇芽取りっていうのはですね、葉っぱ種の、ね、茎がですね出てきまして、そこの横から出てくる、葉っぱが、ね、ありまして、そしてその間から出てくるものですね、それが脇芽になります。この脇芽をですね、どんどんね、大きくなってしまいますと、そこのね部分に肥料を取られてしまって、トマトがね、十分に育たないということがありますので、そういったところをですね、ちょっとね注意をしながら育てていくとね、よかったりします。一つね育っているトマトですね、ここからぐるぐるぐるっとね伸びてきまして、そして葉っぱがねちょろちょろちょろっとね出てきています。そしてこれね、ここまで育ってきてるんですけれども、主の枝がこんな感じで、ここから脇芽が出てきます。こういう脇芽はですね、もうね葉っぱが10枚以上ねなってきたらですね、早めに取ってねしまうと良かったりします。このね脇芽を残しておくと、結構ねそこかに栄養を取られてしまって、育ちがね悪くなってしまいますので、晴れた日の朝ですね、そういった日になるべく取るようにしていくと、はい、ね朝ですねやることによって、しっかりとですね乾燥するんですね。やっぱりカットすると傷になっちゃうんですね。でもその傷がなっても、朝ですね日が当たるうちにですね、しっかりとですね傷口が乾燥して、そこから病気がね出てこなかったりねすることができますので、しっかりとですね、はい、脇芽はですねもうね生えてきたらどんどんね取るようにしていくといいですね。順調にねしっかり光を浴びて、元気よく育っていますので、この調子で育てていきたいなってね思います。はい、楽しみですね。はい、こちらですね、トマトね、先日ねちょっとね芽かきをしまして、また一段と大きくなってきました。そして今日はですね、水やりについてちょっとね説明していきたいと思います。こちらね根元の部分ですね、水ねちょっと足りてるかどうか見ていきたいなってね思うんですけれども、こんな感じでちょっとね土ですね、指などを使って掘ります。そして掘りまして、第一関節ぐらいですね掘って、それでも土が乾いていた場合ですね、そういった場合はお水をですねあげていくといいです。今ちょっとね掘って見てみますと、このようにちょっとだけ黒っぽくですね、土がねなってると思います。この状態だと水がね足りていますよっていうね形になりますので、ここはね特にあげなくていいです。ただもしねなっていましたちょっとね離れたところで見てみたいと思うんですけど、こんな感じでですね、土がですねパサパサに乾燥している場合ですね、そうした場合はお水をですね
上げるようにねしてあげるといいですね。ね、朝ですねちょっとねお水をですねちょろちょろっとあげてちょっと湿っている程度ですね、そのぐらいに、お水ですねあげていくと良かったりしますので、もしね本当にね水がね乾いていたらですねあげるようにするといいですね。人によってはですねそこまで水あげなくてもねいいんじゃないかっていうね、説もあるんですけれども、やっぱりね初心者の方とかですねという方ですね、そういった方はなかなかね水ですね一回、干上がってしまうと、ね、枯れてしまう危険性がありますので、お水はねあげるようにするといいですね。そして次にですね、水やりの次は肥料ですねになります。こちらねトマトの先端の部分ですね見ていただきたいなってね思うんですけれども、この先端の部分がちょっとね黄色くなってきたらですねお水をあげるようにするといいですね。今見る限りではそんなに黄色くなっているって感じではないので、特にね肥料ですねあげなくても足りている状況になります。そしてこちらのねトマトですね見ていただくと、ここもねまあ綺麗にですね元気よくは成長していますけれども、ちょっとね先端の部分が葉っぱ、黄色みがかってるんですね。こちらの葉っぱとこちらのね葉っぱとではですね明らかに葉っぱの色がね濃さが違います。こっちはね濃くてね生き生きとして育っているんですけれども、こちらはちょっと薄いなっていうね印象があります。こんな感じで薄くなっていたらですね、肥料ですねあげておくと良かったりしますので、はい、ちょっとねあげていきたいなと思います。あとは、実がねついた頃ですね、1番目の実がついた頃、例えばここから下から見てみますと、トマトねもうね実ができ始めようとしています。ここですね花がね今ね咲いていると思うんですけれども、この部分に、実がですねちょろっとねついてきています。はい、このように実がついてきたらですね、はい、肥料ですねあげるようにするっていうのも一つね大切になります。あとこの下の部分ですね、はい、こんな感じで、実の部分ですね、実がトマトですねちょろちょろとねでき始めています。このぐらいね成長してきたらですね、で肥料ですねちょっとね、一握りほどですねあげるようにしてあげるといいですね。だいたい量としては 50g ぐらいですねをあげます。もしくはこれね100均で購入してきたものになるんですけれども、こういったものですね、こういったものがあって、ここからですねちょっとね今化成肥料を入れています。そしてここにね穴がね開いています。この穴がね開いているので、ここをね一回パラパラってね垂らしてあげる程度、そのぐらいの程度に、はい、肥料をですねまぶして、そしてちょっと土で埋めてあげる、そんな感じでやってもですね、はい、肥料をですねうまくあげられるかなってね思います。ではこちらもねちょっとトマトありますので、肥料ですねちょっとね上げていきたいと思います。パラパラーとねちょっと全体にかかるようにして、ちょっとね土混ぜていきます。こんな感じですね。そしてちょっとね土耕すと土は黒っぽくねなっていますので、お水の量としてはねちょうどいいかなってね思います。はい、こんな感じで肥料ですね追肥という形であげるようにすると良かったりします。化成肥料はですねこんな感じで、窒素リン酸カリとですね888とね書かれた化成肥料ですね、こういったものをね結構ね良かったりしますので、皆さんもね良ければ挑戦してみてください。はい、こちらですねトマトですねすくすくと大きくね成長しています。こちらは今日はですね2本仕立てで育ててねいるんですけれども、だいぶねちょっと大きくなってきていますので、2本仕立てのやり方ですね、普通なら支柱をね、2本刺して育ててねいくんですけれども、そういうね2本立てなくても育つね方法ですね、そういったところをですねご説明していきたいと思います。そして今ねこのように見ていただくと、はい、このようにですねちょっとね、トマトね育っています。今ねこんな感じでトマトですね実がもうねいい感じに成長してきまして、すくすくとね大きくなってきています。そして2段目のね部分もトマト実ができてきていまして、はい、これからねどんどんね収穫できるかなってね思います。そして今ねここですね支柱、
種の枝がここ生えています。この枝は、このね、元からある支柱にくくりつけて大きくねしていきたいなってね思います。なので種の枝がこちらになりますので、種の枝ですね、ここに麻ひもをつけまして、こんな感じでくるくるっと回してこちらの支柱に、つけてねいきたいなってね思います。すごいね、あっという間にね大きくトマトね成長が著しいです。そしてこれね先日、1段目の花がね咲いた部分の下から脇芽ですね出てきて、これをね2本仕立てにして育てているところになります。これもね今ねこのようにかなりねつるが伸びてきまして、1段目の花がね咲いています。これ、ね、花咲いて実がついて、またねここから花が咲いて、ね実がつこうとしているんですけれども、この部分をですねちょっとねまた、脇芽がこうやってね出てきているので、あの伸びてきているので、このままだとねここねちょっと見ると折れかかってるんですね。なのでちょっとこう上になるようにしていきたいと思うんですね。そしてそのためのね対策と方法としてですね、これね麻ひもですねがあると思います。この麻ひもを結んでこっちの種の支柱にくくりつけていきたいなって、ね、思います。なのでこちらですね、こう麻ひも先端のところですね、ちょっとねこう持ってきまして、このようにしまして、ちょっとねこう持ってくるんですね。そしてこちらの支柱ですね、支柱に結んでいきます。その前に余裕を持たせ、遊びを持たせるためにこのようにねねじっていきます。そしてねじりましたら、このね支柱にくくりつけていきます。そうすると特に支柱ね必要なくですね、1本の支柱だけでトマトを育てられる、そういうね感じにできますので、そういうね感じでちょっとねトマト管理していくと良かったりします。よっしゃい。そしてそうすればこのねトマトですね、また上に上にね伸びていきますので、はい、管理をしていきます。そしてまたねこの部分から脇芽出ているので、この脇芽は取ってねしまいたいと思います。はい、順調に成長して、こちらも脇芽ですね、脇芽は取っちゃいますね。そしてこのね脇芽ね取りましたら、またねちょっと、刺して増やすこともねできますので、水にね刺して根っこを出させてね、どんどんね大きくなるようにしていきたいなってね思います。そしてこちらも脇芽ね出てますので、よいしょと折っちゃいます。はい、かなり大きな脇芽取れました。はい、じゃあ、奥のね浅野の部分ですね、浅野の傑作の、トマトも同じように、作業をねしていきたいなと思います。まず種の枝がありますので、こちらですね種の枝の部分上の方でですねちょっとね結んじゃいます。まずは種の枝を、このね支柱にくくりつけて固定をしていきます。本当あっという間に成長しますねトマトね。はい、そして、脇芽、これがねあれ脇芽になりますね。なので脇芽からまた脇芽伸びているので、まずは脇芽を取っちゃいますね。そして、麻ひもで吊るしていきたいなってね思います。トマトの脇芽に紐をこのように通します。そしてひねります。そして上の方でですね支柱に結んでいきたいなってね思います。はい、OK です。いいですね。じゃあこれでねトマトね、さらにね大きくなるように、はい、やってねいきたいなってね思います。はい、じゃあ ね元気にね育ってねとね願いを込めてトマトね育てていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですねトマトですね、はい、実ができたらですね、こういうね作業をするとね良かったりしますので、皆さんもね良ければね参考にしてみてください。はい、
またね今後ねどんどんね大きくねなっていきますので、日常的な管理の方法、あとはね収穫のタイミングとかですね、そういったところもご紹介していきたいなって思いますので、楽しみにしていてください。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。